トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、2023年12月、どうやって行くの中国ということでお伝えをしていきたいと思います。お伝えしますのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いいたします。まずですね、お伝えしていく順番ですが、ビザ、そしてトランジットビザ、フライトスケジュール、まとめという順番でお伝えをしていきたいと思います。まずですね、基本的なこのビザっていうところから見ていきたいんですが、現在ですね、日本国籍の方が中国に渡航する場合は基本、渡航目的に沿ったビザを取得することが必要とされています。まあ、仕事で行く方であれば、まあ、仕事の内容によってもですね、たくさんのビザがございますし、現地で、駐在とかですね、そういった形で、まあ、長い期間ですね、滞在するということであれば、そういった駐在ビザとか、あとはですね、観光目的で行く場合は、まあ、観光目的のビザを取得する必要があるという形になっています。これがですね、まあ、お仕事系のビザでしたら、まあ、現地からですね、企業からそういった委任状とかですね、招聘状とかを出してもらってっていう形で、まあ、代行して手続きなんかをしてくれるところもあるんですが、結構この観光に関して言いますと、なかなか代行してくれるところもなく、こうご自身で、まあ、実際に、領事館ですとか、まあ、大使館などに内容を確認して、で、ビザセンターでご自身が出向いて、まあ、ビザを取得する必要があったりと、まあ、ちょっとね、ハードルが高いことになっています。これはですね、コロナ以前はですね、日本の方は観光目的であれば、まあ、15日以内の滞在は基本的にはビザは免除されておりましたが、現在はそのビザの免除っていうのが止まっていて、必ず何がしかのビザを取る必要があるということになっています。まあ、その辺がですね、中国へのまあ気軽なね、観光をまあ今ちょっとその需要を止めてしまっている部分も大きくあるかと思っております。ここでですね、皆さんに知っておいていただきたいのが、今回このご紹介するトランジットビザですね。トランジットビザっていうのは、まあ、中国にですね、まあ、A 国から中国に入ってきて、で、まあ、B 国に抜けていくみたいな、そのですね、まあ、乗り継ぎの際に、この都市に、まあ、トランジットで、こう、とどまってもいいですよというビザで、これは何か日本で事前にですね、申請をしていくとか、そういったことが必要がありません。まあ、どれぐらいの時間滞在できるかと言いますと、まあ、72時間滞在できる都市と144時間滞在できる都市、まあ、この2つの、ね、種類の都市があります。で、72時間と言いますとですね、まあ、簡単に言うと3日間ですので、結構長い時間滞在をすることができます。この72時間滞在できるのが、まあ、長沙、ハルピン、桂林のこの3つの都市が72時間の滞在が可能です。で、これから挙げる年は144時間ということですので、6日間ですね。6日間、こう、ビザなしで通貨政策が取られていて滞在することができるという都市は、まあ、主だったところで言いますと、北京とか天津とか、あとは上海、南京、贵州、寧波、広州、深圳、瀋陽、大連、青島、重慶、成都、西安、アモイ、武漢、昆明とですね、結構たくさんの都市、まあ、正直な話、日本が直行便を飛ばしているような、まあ、都市というのはほとんど含まれているかと思います。このね、ビザといいますか、まあ、このトランジットビザの制度をね、利用すれば、まあ、基本的にはどこか、例えばヨーロッパに行く場合、日本から上海を経由して、どこかパリとかに行くとかであれば、その経由の際の上海で、まあ、2日間とか3日間滞在をすることも可能と。しかも、ビザを取ることなく。ということですね。ですので、かなりですね、こう、まあ、ビザ取らないと中国行けないのかなっていうふうに思っていた方には、朗報ではないかなと思います。これがね、なんか、裏技のようなことでは全くなくですね、中国としても多分、こういった、まあ、ビザの免除を停止している国に対しては、こういった措置で、まあ、実際に、まあ、観光の需要とかを取り込みたいなとかっていうところもあったりすると思いますので、別に普通に利用していただけるトランジットビザという考え方になりますので、まあね、随時この、参加している都市とかは変わってくると思いますので、
確認は必要になりますが、実際には3日間とか、6日間を、まあ、滞在できるトランジットビザっていうのがあるんだっていうのを覚えておいてください。ではですね、フライトスケジュールを見ていきたいと思います。どれぐらいのね、都市に日本からこう、中国でフライトがあるのかというところなんですが、めちゃくちゃあります。もう日本航空で言いますと、北京、上海、広州、大連、天津、まあ、全日空は北京、上海、広州、大連、青島、貴州、深セン。中国国際航空は北京、上海、貴州、大連。中国東方航空、上海、青島、南京、西安、昆明。南方航空は広州、北京、上海、大連、瀋陽、長春、ハルピン、などなどという感じで。まあ、今挙げただけでなくですね、LCC なども含めたら、本当にたくさんの、フライトが、日本から中国に飛んでいってます。で、コロナ以前と比べますと、2019年の冬スケジュールっていうのは、まあ、どれぐらいだったかと言いますと、日本すべての空港からですね、中国で、国際線、まあ、旅客国際線が飛んでたのが、週1405便と、かなりですよね。で、2023年現在のですね、冬スケジュールですと、今、604便ということで、まあ、コロナ以前と比べると40数パーセント、43% ぐらいですか、の、パーセンテージですが、まあ、日割りにしたらね、1日90便近い便が、もう日本から中国に便を飛ばしてるということになりますとですね、結構、まあ、頻繁にいろんな都市から、中国の都市へ、就航があるということになります。ですので、まあ、そんなにね、日本から中国に行くっていうのが今難しい状態では、物理的な移動が難しい状態ではないということです。はい、まとめていきたいと思います。実際ですね、私どもにも結構ですね、中国に旅行にっていう方なんかが、え、ビザとかいるのみたいなお話を聞くので、まあ、今回こういった動画をお届けしているんですが、まあ、実際のところ本当に日本から中国に行ってまた日本に戻ってくるっていう、こう日本からの単純往復で中国に行くという場合は、必ず何らかのビザを、日本で申請してそれを取得してから行く必要っていうのがありますが、先ほども申し上げた通り、まあ目的地が別で、まあ中国を経由していく場合なんかに関して言いますと、まあ3日間なり6日間なりですね、その期間、滞在をすることができるという、まあ、トランジットビザというものがの存在を今回ぜひ知っていただきたいなということでお届けしています。これを上手にね、利用すれば1回の旅でですね、まあ2都市、こう楽しむことももちろんできますし、まあ、なかなかコロナ禍で長い間行けなかったですね、中国に観光に行くとか、お友達を訪ねるなんてことも可能になりますので、まあ、そういった使い方をしていただければよいかなと思っております。この動画がですね、役に立ったなという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。